はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国、では第5章から、やっていきたいと思います。第5章、母と子。すげえ玉座だな。硬そうな椅子だな。でもどうですかミカミックス、白夜王国には慣れましたか？まだ来たばっかりだろ。え？慣れたの？あの、他の人たちは？もうすぐ来てくれます。ねえ、ミカミックス。急でびっくりすると思いますが、あなたに一つお願いがあるのです。もしよかったら、この玉座に座ってみませんか？どういうことですか？いいですか？この玉座には、いにしえの神。これが読めないんだよね、いつも。神祖竜の加護が宿っているのです。座る者は真の姿、真の心を取り戻すと伝えられています。ですから、ミカミックスが座れば、もしかしたら。まさか。あなたは、僕がアンヤ王国の魔法か何かで操られているかもしれないと？そう疑っているのですか？いいえ、そうではないのです。ただ、もしもあなたがアンヤによって記憶を封じられていたなら、私のことを思い出してくれるかも、そう思って。ごめんなさい。私はあなたを傷つけてばかりですね。失礼します。巫女様、皆様お揃いになりましたよ。ありがとう。雪村。ミカミックス、彼は真田雪村。軍師として、白夜王国の政務を助けてくれています。これなんて読むの？なんとかの実ではありますが、どうかお見知りおきくださいませ。結局座んねえのかよ。スーパーサイヤ人みたいな髪型してんなあいつ。ミカミックス、民の皆にあなたが戻ってきたことを知らせたいと思って都にお触れを出しているのです。雪村、知らせはもう回りましたか？はい。炎の広場でお披露目が行われること、民たちに伝わっております。さあ、ひのか、たくみ、さくら、あなたたち兄弟でミカミックスを炎の広場に連れて行ってあげてください。私は執務を終えてから龍馬たちと一緒に追いかけていきます。それまで城下町を案内してあげてちょうだいね。承知しました、母様。いいですか？あなたも一緒にお願いできますか、アクア？ええ、ぜひ。よろしく、アクア。よろしくね、ミカミックス。てんてんてん。あの、ミカミックス兄様、この国の人たちはみんないい人ばかりです。どうか兄様をご紹介させてください。うん、ありがとう。どういうことだよ、もう。こいつら兄弟多すぎだろ。ミカミックス、すぐに受け入れることはできないでしょう。ただこうして帰ってきてくださったことは天のおぼし召しに違いありません。だといいんだがな。なぜそのようなことを？ああ、嫌な予感がするんだ。何か恐ろしいことが起こる、そんな予感が。おお、完全に和風の町っすね、ここは。白鷺城下町。でもまあ町とかはいけないんだろうな。そこのお兄さん、どうだい、焼きたてのお芋でも一つ。うまくてほっぺたがとろけちまうよ。じゃあ一つもらうよ。お前金持ってんの？あっちち、はふ、うん、すごくおいしい。いや、金払ったの？こんなに美味しいもの生まれて初めて食べたよ。芋ごときで。正直な兄ちゃんだね、気に入ったよ。いいよ、じゃあもう一つおまけだ。そっちの彼女と仲良く分けな。ありがとう、おばさん。はい、アクアもどうぞ。ありがとう、うん、美味しい。いやいやいや、金だよ、金だから。だってアンヤと白夜ではどう考えても通貨違うだろう。アクアやさくらの言ってた通りだ。みんないい人たちばかりだね。
それにみんな楽しそうでいいな、こういうところ。よかった。気に入ってくれて。私もこの街が好き。アクア、それとミカミックス兄さんと今は呼んでおくよ。母上もそれを望んでいるようだからね。なんだお前は。調子に乗るなよ。すんません、僕はあんたたち二人を信用していないからな。匠、気安く呼ぶなって言ってるだろ。あんたは父上を殺したアンヤ王国の王女なんだ。信用できるはずがない。ミカミックス、あんたも同じさ。その年までアンヤ王国の王子だったんだ。今さら。いや、矛盾してるよ、タクミ。何？いいかい？その理屈なら僕と同じだけこの白夜王国で暮らしてきたアクアはもうすっかり君たちの仲間のはずだろう。とにかく僕はあんたたちを信用してない。それを言っておきたかっただけさ。兄様、これお口に合えば。このお団子甘くて美味しいんです。みんなの分も。はい。ありがとう、さくら。ねえ、さくら、僕は君と同じくらいの年の女の子を知ってるよ。え？誰ですか？ミカミックス兄様のその恋人とか。え？いや、そんなんじゃ。さ、みんなそろそろ時間だ。炎の広場に向かおう。いや別に同じくらいの年の人間なんていっぱいいるだろう。こんだけ人口がいりゃ。うん、なんかやってんぞこいつ。怪しすぎる。お、魔剣、目がギョロギョロ動いてた。お、魔剣の力が解放される。お、こいつが本当の魔剣の持ち主か。うわさ、こんな怪しいやつなんでここまで侵入を許したの。ザル警備だな。お、死んだ早々に。無事ですか？どこも怪我は？はい。回復魔法使いよ。よかった。俺傷薬持ってたよ。ヒットポイント10だけど回復するよ。何やつだ貴様。もう僕の力がおクリリンのことか。人の形ではなくなった。おお、これはなんだ。モンスターになったぞ。え、あれは古の神竜。いや普通にモンスターだろ。敵全滅。敵誰？さっきのやつ。あ、いっぱい侵入を許してる。ミカミックス、一部の敵が持つ剣は危険よ。あれは竜殺しの剣、ドラゴンキラー。あなたを殺すための武器よ。ドラゴンキラーは竜に強いというように、武器によっては特定ユニットに大ダメージを与えます。下画面の武器に表示される特攻アイコンに注意しましょう。ほうほうほう、なるほど。ここが危険ゾーン。何なの危険ゾーンって。こいつらの行動範囲ってこと？攻撃を受けるゾーンってことなのかな。なんかドラゴンになった。これちょっとステータスとか見れないのかな。ちょっと待って。舞台評価、クラス竜レベル7、さくらレベル1だし、アクアもレベル1だし。何なんだこいつら。これ動かせる。おお、一応これ、あ、なんか危険マークがついてる。こっち行こう。持ち物とかあんの？傷薬。鈴風は、じゃあちょっとこっちだな。で、
リンカもちょっとこっちにやって、アクアをなんだ特別な歌を歌うことで仲間を勇気づけることができる。この力がミカミックスの役に立つなら私は。歌姫は行動済みの味方を再び行動させることができます。すげえ。行動済みの味方の隣に移動し歌うを選びます。とんでもねえ歌だな。こいつ多分僧侶系だよな。そうするとよくも母上を許せぬ。こいつそういやここにいたのか。クックックお強え。敵も強いこの竜超強えな。無駄。ヒットポイントの薬を手に入れた。何ヒットポイントが回復するの、それともヒットポイントが増えるの。ミラ、この怪物ども相当に手強い。いやそうか弱かったけどな。今までの敵とは桁違いだ。迂闊に挑めば死ぬ。勝ち目があるとすればミカミックスの竜の力か。ミスミス、おおミスミスだ。兄様、敵の魔法には気をつけてください。魔法は武器と違って守備力が高くても防げません。魔法への防御力が高くないと大怪我をしてしまいます。気をつけることばっかりだな。魔法は1マス離れて攻撃できます。また隣の敵にも攻撃できます。短い説明。あーこいつびっくりマークついてんな。ちょっとこいつがどこまで動けるかだな。ここまでか。そうするとここに行ってでこいつで歌って歌う。おお戦闘シーンになった。こんな歌でこんな歌で勇気づけられんのか。よーし行くぜ。お前をぶち殺す。うわドラゴンキラーマジやべえ。超減るんじゃんこれ。でも一発で倒せるな多分。よし行くぜ。ドラゴンキラーをやられる前にやれ。倒した。なんかすげえ細い竜だな弱そう。馬みてえだな鈴風でいくか。こいつをパートナーにするか。あれパートナーにできないのこれ。どうすればいいんだ。まあいいや、とりあえず攻撃をしよう。結構減るな。攻撃力4か。単品の攻撃力が弱いと話になんねえかな。うわいってー。回復させよう。あれさくらだよね回復魔法持ってんの。杖で回復と。めっちゃ構えてるし、めっちゃ身構えてるよ。攻撃、倒せないか。まあしょうがないな。棍棒かよこいつ。敵なんかちょっと透けてるな。スケルトン、これねデフォルトで透けてんの、それとも見やすいように透けてんの。うわ敵強。うわ狙われる。うわマジか。斜めからも攻撃してくるのか。あ魔法ね。ちょっと自分で倒したい気がするな。こいつの行動力はちょっと把握しながら行こう。サンダー、こいつ目がいってんなみんな敵くーらえ。雑魚が身の程を知れ。全然経験値入んねえな。歌え歌え。歌うと。これもいちいちモーションが入るからめっちゃな。これでこいつをぶち殺す。いやー役立つね歌。くらえ。お、なんか必殺技みたいなのになった。普通へクリティカルヒットか。レベルアップ。自分だけどんどんレベルアップしていくけどいいのかな。てんてんてん。今の俺は怒りに支配されている。
鈴風はレベル3、鈴風で倒すか。そうすると一緒に行くぞ。行くぜトリア。ザコが消えた。どこ行ったんだ。戦線離脱は死刑者だぞ。回復。いや自分だろ。え、何これ、自分回復できないの、もしや。何、どういうことよ。持ち物、物交換とか。女神の像持ってんじゃん。女神の像って何、使うと幸運プラス4。こういうのはさ、そう、主人公に使おうぜ。俺に使ってくれ。いやーこれマジで自分回復できねえわ、ショックだ。見直したよ。いやたかだかヒットポイント4回復させただけで。あと誰だ、動かしてないやつ。こいつか。一応行くか。うわ、やばいやばい、龍馬死ぬぞこれ。おい、何やってんだ、死ぬぞ。危ねえ危ねえ。ドラゴン、いやー攻撃できねえやこれ。さあ歌う。我にもう一度行動する力を。ぶっ殺せるかな。レベル10って半端ねえな。倒せるな、 85%。 これセーブするとどうすんだっけ。中断データじゃないよね。よし、リセットができる。これで 85% だから外す確率はあるからな。おっさあ見せてみよう。何を、俺の力を。うおー、イエーイ、グホー、これほどか。美味しいとこだけ重なったな。ミカミックス&アクア。おお、足細、なんかポキって折れそうだな。よせ、危険だ。邪魔だお前は。近づくな、俺に近づくな、近寄るな。絶対死んだだろ今の。なんで来た、タフすぎだろこいつ。あんまり、うお、あんまり怪我してるように見えないけど。殺してもいい、だから戻ってきて。暴走状態だったんだこいつ。人の姿を取り戻したか。うう、頭が痛い、何も覚えてない。思い出した、僕はあの時なんて格好だ。放て、こいつの髪もすげえな。かかったか、甘いな、白夜をスメラギよ。うわ、ごっつい。生かしてやろう、我が子としてな。父上。大丈夫。いや、お前が大丈夫かよ。すまない。アクア、僕のせいで。いいえ。気にしないで。あなたが私を傷つけたわけじゃない。あなたの中にある。竜素じゃなくて人素竜の血がそうさせただけ。
人祖竜の血って暗夜王族の？でも僕は白夜の生まれだったんじゃ。いや、強化人間だよ、強化人間。俺たち白夜王族も暗夜王族と同じく人祖竜の血を引いている。暗夜の闇竜と対をなす白夜の光竜の血だ。だが竜の神の姿になれるものなど神話の世界だけだと思っていた。そうね。人祖竜の血を引く王族、中でも特に血を強く受け継ぐ者だけがその姿を竜に変えられるというわ。私も見たのは初めてだけれど。そうだ、町のみんなは？いやー、やられたよ。王と壊滅。ただ死体はない。そんな町が。いいか、ミカミックス、これが暗夜王国のやり方だ。おそらくあの魔剣をお前に持たせたのは暗夜王ガロンだろう、うん、そうだ、はい、罠だったのだ。お前が危機を乗り越え白夜に救われて城に着くことまでも、すべては奴の計画だったに違いない。そうやってお前を送り込み、あの魔剣を持ってこの国を、母を。どうしてだ、どうしてそんなことを。僕はなんて詫びたらいい。詫びて済むような話じゃないだろう。お前のせいだ。お前が来たからこんなことになったんだ。お前さえ現れなければ母上も町のみんなも。おい匠、よせ。それは今言ったって。うるさい。アクア、お前だって同類だ。匠、お前なんか。もう顔も見たくない。出て行けよミカミックス、あんたは疫病神だ。母上が死んだのもあんたの企みじゃないのか。何を言う。匠、もうやめないか。ねえ、お願い聞いて。ミカミックスはあなたたちの兄弟よ。兄弟で争わないで。私のことは信じられなくてもいい。でもミカミックスのことは信じてあげて。そんな信じられることしたか。ミカミックスのせいで母上は死んだ。そのことに変わりはない。この男は兄じゃない。すまない。みんな、僕がこの町を出ていけばこの国か。お待ちください。それは巫女様のご意志ではありません。雪村。なんだと。母上のご意志とはどういうことだ。うん、巫女様はご自分の死を予感しておられました。これは避けられぬ運命だと。ですからミカミックス様、あなたのせいではありません。すべては暗夜王ガロンの、いえもっと恐ろしい悪魔のなせる技。巫女様はそうおっしゃっておられました。私は生前の巫女様よりお預かりした言葉をミカミックス様にお伝えせねばなりません。ご覧ください、あの像。どの像だよ。ちっちゃ。これ何？黄金の刀？まさか。あれは伝説の。そうです。あれこそは神刀。これなんて読むのこれ。野党人、龍馬様が王から受け継いだ雷神刀。巫女様が匠様に授けた風神球が戦いの神を宿す武具だとすれば、その野党人は資格持つ者だけが手にできる、この世に救いをもたらす唯一無二の刀なのです。救いをもたらす刀。野党の神かよ。読めねえよ。最初からこの野党の神って言ってくれよ。うわ、勝手に動き出した。また魔剣と同じだこれは。なんかいきなり伝説の剣手に入れたけど大丈夫か。ヤトの神がミカミックスを選んだ。まさかミカミックスが世界を救う英雄。ミカミックス兄様、ヤトの神を手に入れた。やったー、いきなり最強装備手に入れたぞ。
なんか来た。失礼します。皆様、たった今知らせが。国境よりアンヤ王国の大軍勢が白夜王国に攻め込んでまいりました。おのれ。アンヤ軍、卑劣なやり方で母上を殺し、そこにつけ込んで仕掛けてくるとは。行くぞ、母上の敵を討たねばならん。なるほど、これで最初の戦闘につながるわけか。奥は、僕も龍馬兄さんと国境に行く。もしアンヤ王国が本当に攻めてきたなら。待って、あなたのその竜の血のことだけど、今のまま戦いに向かえばあなたはまた獣の衝動に支配されるかもしれない。竜の血に任せ竜となって戦えば、いつかその心は獣になり果ててしまうわ。どうすればいい。あなたの強すぎる獣の衝動をこの竜石に封印するの。そうすれば人の心を保つことができるわ。目を閉じて私の言う通りにして。わかった。お前の言うことなんて信じられるか。え、くれるんじゃないのこの石。よかった、これで大丈夫。本当かよ、説得力なさすぎだろ。この竜石はあなたの一部、あなたが大切に持っていて。あ、くれるんだ結局。アクア、君はどうして僕に親切にしてくれるの。さっき君は僕のことをかばってくれた。それは、それはあなたにはどこか近いものを感じるから、一緒にいると安心する。だから無事でいてほしいの。竜石を手に入れた。これで何、竜に変形できんのというところで終わった。これで第6章、なんか最初の戦闘につながりそうですね。というところで今回はこれで終了したいと思います。